昨日は、あの、近代美術館行きまして、マティスの、ダンスという絵を見て、私前からその絵は知っておりましたけど、生で見たのは初めてで、どの絵よりも素晴らしかったです。私、マティスってそんな好きじゃなかったんですけども、あの、荒っぽさ、雑さが大きいあの絵の中にあって、それに感動しました。あと10年は、あの絵で、絵を見たおかげで、 And also he went to MoMA yesterday to see the collection, and he was so impressed by the painting, the painting of Matisse. How do you pronounce the French painter Matisse? Yeah, Matisse. So especially the piece called Dance, and he was moved. And it was kind of interesting, you know, because he only saw the piece, the work, but the postcard, small postcard, you know, in Japan. So then he saw the real one, and it was so rough, roughly explained. So, you know, he loved the kind of roughness. So he said, you know, he could live 10 years longer, you know, just to see the painting. Yeah.
レコードが鳴ってる。私だけ私が見えない。まばらな地獄の中に。ソニー・ロリンズがいた。青い糸くずを集めて。見た目の街で歌った。走ってるとばかり思っていたが、気がつくと先の場所にいた。音や形や言葉から逃れた途端、やにわに色彩に早つかまり、こりゃ抜き差しならぬ夢。ドアを蹴破り弾けたか、ラビタッチでいいな若者二人。マックのネオンは充実し、私目さて身に雑巾、白い地球儀に墨を垂らし、五つのガン首ぐるぐる回せ、花もていざこんとなった犬、ひたくらさっさロンドンロンドン。たぎる夏の花、そ
若いくすんで星花のように巻かれて風があの時はらんだものは象の空とおえつの猫喉を満たそうと鶴瓶を落とした井戸の中で神様が泣いていた あらゆる価値が壊れればいいと壊してやりたいと念じてはいる退屈なるもの生前なるもの血の失せたもの終末なるもの時に場所に遥かなる朝の井戸の中で神様
けるのってあろうことか、いたずら好きで、あのがお得に偽りの線を紡ぐ。よし、わかった、俺はあっちの川の方へ回る。やられたかからて何万の者でもありゃしねえな。現在はどこだ、現在はどこだ。ロケタクルーズジャケタ、ロケタクルーズジャケタ。
真っ青な翼の鳥がいた。貧困が暴力なら無知も暴力である。悔しき暴力である。Ah!